クロワカマキシマは古代ローマの下水システム。もともとは大都市ローマの問題だった湿地帯から排水するためのもので、すぐそばを流れるテベレ川に排水を運ぶ。ローマ帝国時代のローマ中心部の地図、クロワカマキシマは赤い線で示されている。その名称は最大の下水を意味する。伝承によれば、紀元前600年頃欧星ローマの王、 タルクイニュースプリスクスが建設させた。この公共事業は、エトルリア人技術者を使い、ローマ市民の貧民階級を半ば強制的に、労働力として使うことで実現した。リウィウスは、ローマの地下にトンネルを掘ったとしているが、彼がそれを書いたのは、数世紀後のことである。他の文献やその経路から考えると、もともと赤い巨だった可能性が高いと推測される。黒赤巻島は、 付近の三つの丘からの流れを元に形成され、主要なフォルムを通ってテベレ川に排水する水路だった。都市の建築スペースが貴重になってくるにつれて、海峡の上にも建物が建設され、徐々に暗居になっていったと考えられる。両方の説が正しい可能性もあり、特に下流部分は最初から地下に建設された可能性が高い。期限1世紀のローマでは11本のローマ水道が、 水を供給しており、ディオクレティアヌス浴場やトラヤヌス浴場などの多数の公衆浴場や公共の噴水や宮殿、個人宅に水を供給した後、最終的にそれらの排水が下水道に流れ込んでいた。現代の水道とは異なり、蛇口を閉めて水を止めることはなく、水を常に流し続けることで下水が詰まることを防いでいた。 水質の最も良い水は飲用に確保され、次に良い水質の水は風呂で使われ、その排水が市内の通りの下にある下水網に排水された。紀元1世紀末頃、セクストスユリウスフロンティヌスが水道システムの調査を行い、水道の現状についての報告書を直接公廷、ネルーアに提出した。手下水道には、 多数の枝があったが、いずれも公的な排水路であり、公衆便所や公衆浴場や他の公共建築物につながっていた。個人宅の排水は、たとえ裕福な人の家であっても、お仏だめのようなものを使っていた。黒赤巻島は、ローマ帝国時代ずっと保守され使い続けられており、現代においても中心街の雨水や汚れをフォルム、ボアリウムなどの古代のフォルムの地下を 紀元前33年、アグリッパが黒赤巻島の調査と修理を行った。考古学調査により、この建造物には様々な年代の様式と材料が使われていることが分かっており、常に注意を払われていたことが示唆されている。最近では、現存する排水口を現代の下水システムに連結し、川からの逆流に備えている。 黒赤巻島は女神黒アキナが守っていると、みなされていた。黒赤巻島の排水口の現状信憑性は、様々だが、遺体を埋葬せずに下水に流したという記録がいくつか、あり、皇帝ヘリオガバルスや、聖、セバスティアヌスもそう言われている。後者の光景は、ルドビコカラッチの絵画作品の題材になっている。黒赤巻島のテベレ川への排水口は、今でも、 ロット橋とパラティーの橋の近くに見えている。ホロロマーノのバシーカユリアの隣に黒赤巻島に降りていく階段がある。黒赤巻島の一部はサンジョルジョインベラブロ教会でも見ることができる。ローマの下水道システムは、ローマ帝国前土特にローマ水道の水量が豊富な地域でも放された。エボラクムの下水道システムは現存しており、特に有名である。 ありがとうございます。